こんにちは、直樹です。今日もね、星のドラゴンクエストやっていこうと思います。で、ほんのちょっと前にね、動画作ったばっかりなんだけども、今回は魔王をね、トリプルSに行ったので、ちょっとスカウトしようかなと思ってました。かつ、今、所持メダル、キャンペーン中で300メダルの150メダルでスカウトできるって話なんだけど、私は今142枚しかないので、スカウトできませんということで、合わせてそのメダルの稼ぎ方みたいなのをお話をしようと思います。で、いつもね、いつもじゃなくてね、お話ししてるようにね、私は初めて見ていただいてる方、私は本当に完全無課金で進めてるんです、すべて。で、まずね、毎日できるのはね、スカウト。これは必ずやってもらうと。ね、本日挑戦済みになってもできないけど、あと鍵付きはさっきもらったんで、後でのんびりやろうかなとは思ってたんだけども。で、このスカウトなんでめんどくせえのに弱いやつなのに、スカウトするかっていうと、まず、前お話した逸材キャラっていうのは出る可能性があるということと、あと実はこれコインにすることができて、モンスター育成を押して魔物とお別れっていうのをやるので、そうするとこれちょっとやり方として気をつけてもらいたいのは、レベル10以上になると何らかの欠片が必要になるので、育てるのは基本へちょいモンスターでもレベル10まで。は、育ててもいいのかなっていう、暇だったらば。で、例えば、このフリーザーっていうの、だから前、闘技場でお話したように、これはもうへちょい敵だったんだけど、へちょい仲間だったんだけども、これだね。へちょい仲間だったんだけども、これ30までやると欠片もったいないから、わざと20で止めてたよっていう、これはもう初期の私のパーティーなんだよね。で、例えばこのレベル10まで育てましたって決定で、あー、これ、やばいやばいやばい、これは、とりあえず、決定にするよね。で、お別れするよね。お別れする、はい。うわー、なんか哀愁感じる。で、そうすると、スライム系のかけらとモンスターメダル、あと2いいねを獲得しましたということなので、はい。お別れしたけれども、毎回ね、毎日できるし、あと育成っていうのは、もうトリプル S まで行ってれば5つっていうかね、空いてるので、で、例えばの話なんだけど、こっちのフリーザーやってみようか。はい、じゃあお別れするレベル1で、で、スキップと、で、こういうふうに1いいねっていうことなので、これいいねがもらえる、10上げたところで、どっちなのかなーって話だよね。ただ、かけらももらえるので、お別れすると。必ず毎日、スカウトはできるので、で、またちょっと、レベル1を、ちょっと、お別れしてみようか。はい、お別れする。そうすると、これは多分悪魔だよね。1いいねだよね。だから、かけらは必要ないんだけども、レベル10まで、上げるか、上げるその余裕を持ってるか、もしくは、いいねいらないよっていう場合は、1でお別れしてもいいのかな、みたいな。ね。なんで、10までだと、2、多分7とかだった場合、どうなんだろうね。7とか6とか、1.5 とかっていうのはないと思うので、こんな感じでコインを稼いでもらうと。少なくとも、1日、1枚は、スカウトして、毎日1回はできるので、スカウトして、その日に別れるっていうことで、かけらと、あとね、メダルと、あといいねももらえるということなんで、ここで、はい。スカウトができるということなのでね、はい、つべがなかったな。で、ジェムで仲間にする、無課金とはいえ、ジェムはある程度持ってるので、まず、ゾーマは確定かなとは思ってるんだよね。アイテムがもらえるんでね。はい。ジェムも無課金ながらも4万。4万は私は、不死鳥ガチャを回しながらも貯めたからね。はい、仲間にします。おー。と思ったんだけど、今持ってるスキルをやっぱり見たらね、ハーゴンにせざるを得ないかな。今だから武器がまともなのはないから、キャー、じゃあ、なんだかんだ言って、ハーゴンは全然予定に入ってなかったんだけど、ハーゴンにしてしまおう。キャー、大進化ハーゴンにしてしまったぞ。
まあこれでね、私は1月15日を待たずして、あのなんとか行けましたと。ではえげつねえしで、ここでタッチで修練でハーゴンで、ここでお任せ、回復は全くできないって考えた方がいいんだな。よし、身の守りで、ここで、ゾーンはこっちだね。おお、魔力上がったもの、回復も結構いいのかな。まあバランスも取れてるね、ゾーンの場合ね。はい、そういうわけでね、本日の動画はこれで終わりにします。おやすみなさい。